オックスナード平原、北にはトパトパ山脈、北東にはサンタクララ川バレー、南と西は太平洋に囲まれている。オックスナードサウザンドオークスベンチュラ都市圏の西半分にあたる。オックスナード平原は中石平野であり、世界でも最上級に肥沃な大地があり、農業がこの地域でも最も重要な産業である。世界のイチゴの首都と、 あだ名されるようにイチゴの産地として知られ、毎年開催されるカリフォルニアイチゴ祭りは国内最大級のものである。サンタポーラの町は世界の柑橘類の首都というあだ名もある。主な農作物としてはセロリ、ライマメ、レタス、トマト、ブロッコリー、玉ねぎ、柑橘類特にレモンがある。また白菜などアメリカ合衆国に移植されたアジア野菜の主要な生産地でもある。 農業に加えて、かなりの量の石油埋蔵量も抱えている。オックスナード市の東にある、オックスナード油田とサンタクララ川川口の南海岸部に沿う、ウェストモンタルボ油田という2つの大きな油田がこの平原の下にある。他にも、小さな油田がいくつかあるが、放棄されているものもある。オックスナード市の東と西には、農業用地の間に石油掘削施設が散開している。 サンタクララ川はオックスナード平原を流れて太平洋に注いでいる。この川は南カリフォルニアの海岸では最大級の河川であり、護岸をコンクリートで固めずに自然のままに残されていることでは二つしかない河川の一つである。ベンチュラート市名の後の数字は突起のない限り2010年国勢調査での人口を示す未編入の街。ありがとうございます。